バズーカ岡田です。やっとチェックイン終わりました。噂通り厳しい、チェックを受けました。カバン全部開けられて中を全部確認されました。で無事、通りました。で搭乗前の、食事です。完璧です。食物繊維、食物繊維、食物性タンパク質、食物繊維、炭水化物、タンパク質、以上。皆さんこんばんは、バズーカ岡田です。そろそろ出国の時間が近づいてまいりました。搭乗口の前で撮影しております。私海外に行く前は必ず足をやってから渡航するんですが、まあ、渡航でしばらくトレーニングできないのでそれを回復に当てるという形でプランしてます。で昨日も、足をやったんですけども、まあ、万感の思いがこもっていたので足で頑張りすぎてしまったんですよね。まあ、心のパワーがやはり全てであるということを改めて感じると同時にあまりにも追い込みすぎてしまって、しかも高尾山登山の後の足にもかかわらず重量や回数の記録を更新しまくるという、まあ、ポジティブな結果を得つつ、しかしながら途中でもう頭痛と吐き気がするというところまで達してしまって、まあ、心というのはトレーニングにおいてすごく重要だと思う一方、自分の体を守るというリミッターとしても非常に重要だなというとても難しい問題に直面しました。まあいずれにしても、ね、心があればどんなに疲労していても、登山で疲労していても足トレの、更新ができるということを改めて確認したと同時に、体をいたわりながら長くトレーニングするということが大事だと思いました。まあ、こういう渡航とか移動の前に、トレーニングをしっかりして、トレーニングの疲労を移動で癒すという発想もぜひ皆さんに活用してもらえればと思います。で今回この LR 航空という航空会社、イスラエル国営の航空会社を利用して成田から直通便で、この3月に、ね、就航した直通便で移動を試みてます。チェックインの時からもう相当いろいろ聞かれました。なんで行くんだと。で研究員で行くと。で研究員になったきっかけは何なんだと。その先生とどこで出会ったんだと。で論文を見せたりですね、いろいろなこう書類を見せて、説明したんですが、まあ、最後は結局、まあ、日本では有名人なんだと言って終わりました。でバッグはもう全部開けられて、チェックされてですね、今も実は、搭乗口の前で、預け入れ荷物を全部開けさせろと言われて鍵を渡したところです。まあちゃんとバッグの中身をきれいにして閉めてくれればいいなと思って、これから搭乗したいと思います。搭乗中はねもちろん、大会も近いので、ダイアベティックミール糖尿病食で、体のコンディションを崩さずにいきたいと思います。試合がもっと近ければ、サウナスーツで行くところですがまだ、余裕があるので普通の服で行ってきます。まあ、ということでまた、到着したら、状況をお届けしたいと思います。